最後ですね、まあ、死に絶えてしまうと枯れ果ててしまうとでもその中で復活していくと森が復活していくとそこの中若木の中にあのもののけ姫の中で小玉っていうやつがいるんですけどもこれがものすごいちっ,っちゃいんですけどこれが1匹,1匹だけというか1人だけ生きてですねで首をこう振ってるというシーンがあるんですね。 で、これがですね、そのトトロだっていうふうに、後に宮崎駿は言っています。しかし、これの設定もですね、実は、宮崎駿が言ってるんですけど、事情があってですね、実はこのシーンを担当した二木真貴子さんっていうですね、天才アニメーターがいるんです。すごい優秀なアニメーターで死んじゃったんですけども、天才アニメーターがいて、これですね、 トトロということにしてくれませんかというふうに宮崎駿に言ったんですね。自分でこのシーン書いてて、最後、木だけ生えてるというところにですね、二木さんが、これ小玉一匹だけ出しませんかというふうに言って、宮崎駿が、「ああそ、それいいアイディアだね、採用ってことになって、小玉一匹だけ出てくると。じゃあそしたら、その小玉が、これ後にトトロになったということにしませんかと出ないと、このもののけ姫っていう話って、アニメーターとして参加しててあまりにもやりきれないですと。なんか、 なんで最後こういうふうに人間っていうのはなってしまうんだというふうにあって、やりきれないから、最後希望が欲しいから、トトロということにしませんかって言ったら宮崎駿が、ああ、いいね、その設定採用ということで、宮崎さんはこう、あの、設定採用したわけですよね。なので、あの、隣のトトロ公式には1302歳と書いてあって、で、一応あの、いろんなところには、実は小玉の成長した姿らしいとかというふうに、いろいろ書いてあるんですけど、これ後付けなんですね。で、 本当はです、ね、もっと古いんですよあの宮崎さんのインタビューで,です、ね、トトロは3000年以上生きているというふうに書いているんですね。文藝春秋のです、ねえー、ジブリの教科書というシリーズがあります。その中のカジタチヌの巻で、えー、鈴木敏夫さんはもともと宮崎駿ですね宮さんにはトトロについてこんな妄想を膨らませていましたとかつてこの世にはたくさんのトトロ族がいたと彼らは人類と戦って滅ぼされた。 が、その生き残りがいろんな時代に登場する。中世ならもののけ、江戸時代には幽霊、そして今、隣のトトロと。トトロはそういう歴史上を背負ってる存在なんです。ただ可愛いだけの生き物じゃない、恐ろしさも含んでる。まあ、なかなかね、ショッキングな発言です。普通、だからこう、映画見てる人っていうのはみんなは、日本から自然が失われたと。 昔は綺麗だった昭和30年の綺麗だった日本からそういう自然が失われただからトトロがいなくなったんだっていうふうに思ってるんですけど違うと人間と勝つで戦って滅ぼされたっていうですね <laughs> これが宮崎駿がもともとあの思ってた隣のトトロのですねこのなんだろうなプロットというやつですよねだからじゃあその戦いって何だったんだろうとここを見てください えー、2万年前の日本列島、っていうか、日本半島ですね。えー、古城、弓状にですね、大陸から突き出した部分で,ですね。これが縄文以前の日本です。ですね。2万年前です。日本海というのがなくて巨大な湖があってですね。で、北海道、本州、九州、四国は全て一塊になって、朝鮮半島とつながって、間に川が流れてるだけです。つまり、 海峡で朝鮮と、あの、離れてるのではなくて、大きめの川が一本流れてるだけでですね、完全にですね、北海道とシベリアのあたりは繋がっています。これが2万年前の日本です。瀬戸内海もありません。で、この日本半島ですね。この日本半島ってめちゃくちゃ面積広いんですよ。で、この広大な日本半島だからこそ、巨大なですね、商用樹林や、え落葉紅葉樹林、 というのが維持できた。つまり、古代日本は大きな森だったっていうのは、2万年前のこの巨大な日本半島だったからなんですね。今の日本列島ではですね、そのような巨大な森を維持するのはできないです。だって、これは瀬戸内海もないんですよ。本当に巨大な大地があると。土地のサイズがとにかく違いすぎると。で、この巨大な 森を擁することができる、でかい大地だからこそ、もののけ姫に出てくるですね、犬神とかしし神が存在できたわけです。えー、九州を本拠地としていたしし神の主、おっこと主というのがいたじゃないですか。あれ、あの、西の方、つまり九州を本拠地としてたんですね。で、でも彼、おっこと主はですね、もののけ姫の中で、身を、今の我らの眷族を、と、体は小さく、すでに言葉も話せない、っていうふうに、こう、嘆きます。 で、おことぬたちですね、死神の,の一族はですね、実は人間との直接の戦いで滅びたんではないんですよね。なんで滅びたのかっていうと、次はこっちです。これね、もののけ姫の話をせざるを得ないんですよね。これですね、現在との平均気温の差です。1万年前から現在なんですけども、1万年前っていうのはですね、今より平均気温が5度低かったんですね。で、それがですね、 えー、縄文時代に入る頃にですね、今よりプラス2度、つまり7度から8度上がっているんですね。今よりですね、この2万年前の5度低いというのはどういうことになるのかというと、ね、今より5度低かったらですね、海水というのは水というのはですね、寒ければ縮小するし、暑ければ膨張します。つまり地球が温暖化すると、なんで海面が上がってくるのかというと、氷が溶けるからというよりは、海自体がですね、温度が上がってやや膨張するからなんですね。で、 えー、今より5度低いです。ということは、どういうことかというとですね、海面が下がって、その結果、日本列島が列島ではなくて半島みたいにして、ガーッと海からですね、あの、浮かび上がってくるわけですね。しかし、ここに書いてあると何千年前に一気に温度がガーッと7度も上がっちゃいました。これでですね、あの、100メートル海面が上昇したというふうに言われます。つまり、 かなりですね、日本は水没したんですね。これ今よりもはるかに水没してました。で、この結果瀬戸内海が生まれ、と同時にですね、おこと主たち、 トトロ一族ですね。古代の日本の神を育んだ日本の巨大な森は、その大部分がですね、海に沈んでしまったんですね。大部分とか半分ぐらい、海に沈んでしまって、今の近畿地方なんかももう本当に水浸しになってるわけです。だから昔この辺は海だったっていうのは、この6000年前から7000年前のですね、あの、気温の上昇が原因です。で、おまけに、 7, 年前。これはもう年がわかってるんですけども、機械カ,カルデラって聞いたことがありますか九州の鹿児島の,あの沖の方にあるですねあの、えー、火山なんですけども、今まあそこにまたマグマが溜まっててあの、ドームが溜まってて危険だって言われてるんですけども、7300年前ですね、機械カ,カルデラの大噴火がありました。 これはもう本当に次にあったら人類が滅ぶんじゃないかというレベルのですね、大噴火ですね。で、これによって縄文初期の文明とかですね、は全滅したというふうに言われているんですね。で、おことの死たち、死神たちがですね、西から上がってきて、体がどんどん小さくなってきたというのはなんでかというと、この機械カ,カルデラの大噴火があったからなんですね。まあ、エヴァンゲリオンの世界のセカンドインパクトみたいなものです。 で、その結果、九州に住めなくなって、これ実際に本当にそうなんですけども、縄文初期の文明、これで全滅してますから。で、えー、一斉にですね、あの、東へ東へと移動したと。と同時にですね、海が増えて、ついにですね、この朝鮮と日本の間にですね、海峡ができるんですね。で、その結果ですね、日本海というのが発存させるようになって、この南の方から暖かい海流がガーッと流れて入ってくるんです。 で北の方からマミア海峡ができて、シベリアの冷たい水が入ってくるようになって、ここでですね、暖流ができると。で、この結果ですね、ものすごい日本海側に豪雪地帯、雪が降るようになる。この豪雪地帯で雪がたまるようになって、初めて日本はですね、温暖化して海が増えて、で、その結果、稲作ができる。稲が、えーあの、なんだろうな、大量生産できるような場所になるんですね。 で稲が大量生産できるようになると森がどんどん伐採されて田んぼになる人口がどんどん増えるとこの結果獅子神たちおっことぬし獅子神たちっていうのは人あの人類に滅ぼされていったという,ふうになりますつまりなんかあの森が切られて火を燃やされてあの物のけ姫たちに出てくるですね神様たちっていうのは滅ぼされたっていうのはそうじゃないんですね。 まず大きな事件として、もともと2万年前から1万年前ぐらいは広大な森が日本にはあった。それは日本が半島だったからです。ところがそれが、えー、海の上昇、100メートルぐらい海が上がってしまって、温度が7度も上がってしまって、森がなくなった。同時に機械カ,カルデラで大爆発が起こって、九州から多分中国地方のあたりまでが人間が住めない状態になった。 でその結果、西へ西へ行くんですけど、その時に弥生民族が、えー、中国の方からですね、朝鮮半島の方から上陸してきて、稲作をはじめ森をバンバン切るようになった。なので、おっこと主たち、獅子神たちは鉄と火が大嫌いなんですね。あの、鉄が嫌いっていうのはその鉄をつあの作る民族っていうのが稲を作る弥生民族だからですね。と同時に火が嫌いっていうのはこの機械カ,カルデラがあるからですよ。というのが、まあ、あの、 もののけ姫の基本設定なんですけどもです、ね、これがですねあのトトロたちのです、ね、祖先の話なんですよねもののけ姫の古代神っていうのはもともとその2万年前の地球で栄えていたですねクトゥルーみたいなもんなんですよ あの先住民族であり人類はよそから来たまあよそ者なわけですねでそれがあの機械からでの噴火で九州を追われて6000年前の海面上昇で森が劇的に縮小して生きる場を失ったとで縄文人たちですねこのトトローたちが仲良しだったまだ仲が良かった縄文人たちっていうのは農業はやってたんですけどもあくまでですね、えー、小規模なんですねしかし弥生人たちの農業っていうのは大規模で 太古の森をですね、みる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 伐採してですね、燃料を作ったり畑田んぼに改造したりしたんです。で、太古の森っていうのは古代のですね、あの、クヌギとかブナとかそういうようなですね、あの、縄文時代の木がどん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 なくなっていってですね、利用しやすい雑木林の里山になっていったと。だから、今僕らがその、目にしているですね、ああ、山に行って自然があるなと思っている、キャンプしている時に自然があるなと思うじゃないですか。あれは、 実は自然ではなくですね、農業が一回日本列島をほとんど改造してるんですね。99%も原生林ではなくてですね、あの農業が作った林しかもうあの森しか残ってないんですね。トトロたちのですね、先祖古代の神々はですね、そんなですね、雑木林では生きられないんですよ。あれも本当にあの原始の森から生まれたような人たちですから。だから、おっことしが言うようにですね、体が小さく言葉も喋れなくなった。で、これこそがこの映画に出てくる トトロなんですね。体長がわずか2メートルしかなく、人間の言葉が喋れない神様。これがですね、そのもののけ姫でですね、あの、我々の眷族はもう終わりだっていうふうに言われて、もう我々はこれから体がどんどん小さくなって言葉を話す知性もなくなっていくだろうと言われた慣れの果てがですね、トトロなんですよ。その代わりですね、あの人間と共存することを覚えれるようになった。 つまり、どんぐりを食べるようになってですね、里山近くの陳志の森でひっそり生きて、縄文人たちから土器を作ることを習い、江戸時代の子供から駒を作ることを習い、というふうなことでですね、何かこのひっそりと生きる方法を覚えたんですね。だから、あの、最後の大戦でですね、おそらく700年前のもののけ姫大戦とでも呼ぶんでしょうね。あの大戦で敗れた子孫たちが日本中のいろんなところでひっそり暮らしてる。所沢でひっそり暮らしてると。 だから、多分、トトロっていうのは西洋人に絶滅させられかけたアメリカ・インディアンみたいなものなんですよ。あのそういう先住民族みたいなもので、稲作をする弥生人、つまり僕らですね、に見つからないようにひっそり生きてると。 というわけでですね、もう一回ですね、風立ちぬの教科書の鈴木敏夫さんの言葉を読んでみるとですね、もともと宮崎さんにはトトロについてこんな妄想を膨らませていました。かつてこの世にはたくさんのトトロ族がいた。彼らは人類と戦って滅ぼされたが、その生き残りがいろんな時代に登場する。中世ならもののけ、江戸時代には幽霊、そして今は隣のトトロ。トトロはそういう歴史を背負っている存在なんです。ただ可愛いだけの生き物じゃない、恐ろしさも含んでいるですね。えー、トトロで、その、 この裏設定というかですね、ベース設定を宮崎さんは子供向けに書いた、作ったんですね。ところが、それではですね、我慢できなくなって、<laughs> 10年後にですね、つい作っちゃったのがもののけ姫なんですよ。先にオチの部分を書いて、なんでそういうふうになったのかというふうに遡ってですね、書いてるから、もののけ姫とその、 なんだろう、隣のトトロっていうのは、あの、続きの関係になっていて、で、本当は宮崎さんは隣のトトロで終わるつもりだったんですけども、我慢できなくなってですね。じゃあそれはなんでか、いろんなところで書かれている通り、宮崎さん自身が、その縄文時代の農業とかですね、あと、あの、商用樹林文化とか、そこら辺にどん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 ハマっていったから、もう書かずに入れなくなって、物の毛姫を書いちゃったんですけどもですね。